フィギュア NHK 杯今日開幕、宇野昌磨、鍵山優真などに注目。2023年11月24日、フィギュアスケートグランプリシリーズの最終戦、NHK 杯が24日開幕します。いずれも去年の北京オリンピックに出場した男子シングルの宇野昌磨選手と鍵山優真選手、女子シングルの樋口若葉選手などの演技に注目が集まります。 大会は24日から3日間、大阪門真市で行われ、初日の24日は男女シングルとペアのショートプログラムとアイスダンスのリズムダンスが行われます。男子シングルでは世界選手権2連覇中で、この大会も2年続けて優勝している宇野選手と、北京オリンピック銀メダリストの鍵山選手の日本選手同士の優勝争いが予想されます。 二人は今シーズン、表現力の向上をテーマに掲げていて、共に複数の種類を飛ぶことができる、四回転ジャンプだけでなく、ジャンプとジャンプの間のつなぎの動きや、表情などにも注目です。女子シングルでは、右足の疲労骨折から復帰した樋口選手が、上位進出を狙います。今大会のフリーでは、復帰後初めて得意のトリプルアクセルを構成に組み込む予定で、 前日練習でも繰り返し飛んで感触を確かめていました。一方、昨シーズンのグランプリファイナルで優勝した三原舞選手は右足首の怪我のためグランプリシリーズ第4戦の中国大会を欠場し、今も痛みが残るということですが、痛み止めを飲んで出場することを決めました。このほか大会には男子シングルに初出場の2十歳、坪井達也選手、 女子シングルに同じく初出場の21歳、青木優奈選手。ペアはこれが結成後、初めての国際大会となる長岡ゆつな選手と森口清志選手のペア。アイスダンスには小松原美里選手とティムコレト選手のカップルが出場します。競技日程。11月24日、金。12時25分、アイスダンスリズムダンス。 14時15分、女子シングルショートプログラム。16時15分、ペアショートプログラム。19時男子シングルショートプログラム。11月25日土。11時50分、アイスダンスフリーダンス。13時50分、女子シングルフリー。17時10分、ペアフリー。19時30分、男子シングルフリー。11月26日日。13時20分、エキシビション。 フィギュア NHK 杯開幕へ、宇野昌磨、鍵山優真などが意気込み、フィギュアスケートのグランプリシリーズ最終戦、NHK 杯が24日に開幕するのを前に、男子シングルで世界選手権2連覇中の宇野昌磨選手や、去年の北京オリンピック銀メダリストの鍵山優真選手などがリンクで調整しました。 練習後の記者会見で、宇野選手は期待に応えられるような演技を見せたいと意気込みを示しました。記事後半では、今大会に出場するすべての日本勢の記者会見についてお伝えしています。NHK 杯24日に開幕選手たちが調整。今シーズンのグランプリシリーズ最終戦となる NHK 杯は、24日から3日間大阪門真市で行われます。 23日は開幕を前に出場する選手たちが会場のリンクで調整を行いました。このうち男子シングルでは世界選手権2連覇中でこの大会も2年続けて優勝している宇野選手がフリーの曲をかけて調整を行い4回転フリップとトウループを着氷するなど順調な調整ぶりを見せました。 そして曲が終わるとすぐにステファン・ランビエールコーチと共にスマートフォンで撮影した動画を見ながらジャンプや振り付けの改善点を確認していました。また去年の北京オリンピック銀メダリストの鍵山優馬選手は曲をかけた練習で4回転トーループの回転が抜けるなどジャンプにミスが目立ちましたがその後繰り返し飛んで修正していました。NHK 杯出場の日本勢 男子シングル。宇野昌磨選手、世界選手権2連覇中、北京五輪銅メダル。鍵山優真選手、北京五輪銀メダル。坪井達也選手、シニア転校2年目で、今大会初出場。女子シングル。三原舞選手、去年のグランプリファイナル優勝。樋口若葉選手、北京五輪に出場。青木優奈選手、グランプリシリーズ初出場の21歳。ペア。 長岡優つ選手、森口清志選手。これが最初の国際大会。アイスダンス。小松原美里選手、ティムコレト選手。2023年4大陸選手権7位。選手たちが会見で意気込み。宇野昌磨、期待に応えられるような演技を。練習後には日本の選手たちが揃って記者会見を行い、男子シングルの宇野昌磨選手は、 グランプリシリーズ第4戦の中国大会から期間は短かったが、コーチと共にプログラム全体を通してやれることは全てやってきた。期待に応えられるような演技を見せたいと話しました。その上で今日までの練習はすごくやりがいを持ってやってきた。練習でやってきたことが試合でどのような形で現れるのか自分自身に興味があると、宇野選手独特の言い回しで気持ちを高めていました。 鍵山優馬、怪我の前のいい状態に戻ってきている。鍵山優馬選手は、サルコーやトーループ含め、ジャンプは怪我の前のいい状態に戻ってきているので、かなり自信をつけている。どんどん挑戦して、高い出来栄え点がもらえるようなジャンプをしたいと話しました。その上で、しっかりとショートプログラムと、 フリーをミスなく揃えて自分の満足する演技をすること、そしてグランプリファイナルの出場権を得ることを目標に頑張りたいと意気込んでいました。坪井達也小さい頃からテレビで見てきた憧れの舞台。NHK 杯は初出場となる男子シングルの20歳、坪井達也選手は NHK 杯は小さい頃からテレビで見てきた本当に憧れの舞台なので、そこで滑ることができることが楽しみだ。 ここまで練習したことを出し切ってミスのない演技をしたいと話しました。その上で今の男子はとてもレベルが高く勝つためには自分にはこれしかないというスタイルが必要だと思うが自分はジャンプの流れに加えてスケーティングの滑らかさが自慢なのでそこをしっかり見せていきたいと意気込んでいました。三原舞どれだけいたかろうが最後まで頑張る。 女子シングルの三原舞選手は右足首の怪我でグランプリシリーズ第4戦の中国大会を欠場し今も痛みがあるということですが痛み止めを飲んで出場することを決めました。三原選手は夏の終わり頃から少しずつ痛みが出てきて中国大会の直前にも悪化して悔しかった。それでもこの NHK 杯に出るという気持ちを持って練習してきたので どれだけいたかろうが最後まで頑張るという気持ちで、お客さんの前で滑ることができることに感謝しながら演技したいと話しました。その上で、この大会に出られることが何よりも嬉しい。今シーズン初めてお客さんの前で滑るので、すごく緊張すると思うが、落ち着いてしっかり笑顔で滑りきりたいと意気込んでいました。樋口若葉、自分の演技に集中したい。 女子シングルの樋口若葉選手は今シーズン右足ひ骨の疲労骨折による休養からの復活を目指しています。樋口選手は今月初めのグランプリシリーズフランス大会ではショートプログラムでもフリーでもミスがあったのでそれをないようにしてスピンとステップでは出来栄え点でプラスが取れるように頑張りたいと意気込みを話しました。また今大会のフリーでは怪我の後構成から外していた 得意のトリプルアクセルを組み込む予定だということで、練習でもちゃんと着氷できていないが、どんどん挑戦していけるように、今大会から入れていきたい。グランプリファイナルに進める可能性はあるが、そのことは頭の隅っこにおいて、自分の演技に集中したいと話していました。青木優奈、伸び伸びと自分の演技ができるように。 今大会がグランプリシリーズ初出場となる女子シングルの21歳、青木優奈選手は今まで出場してきた大会とは雰囲気が違うのですごく緊張している。ジャンプだけでなく表現にもすごく力を入れているのでそういうところを見てもらいたいと話しました。その上で緊張すると思うがのびのびと自分の演技ができるようにして今できるすべてを出して自己ベストを出せればいいと意気込んでいました。